ハイサイ。ハイサイ。前回操作協力してくれたコウさん、別のジムニー乗りを、ジムニストを紹介してくれるということで、情報提供に感謝する。その方紹介してください。はい。こちらです。はい。お、白から黒へ。はじめまして。はじめまして。はい。操作協力に感謝する。はい。名前はガースーです。ガースーさん。まあ、DB64乗ってると。乗ってます。沖縄の方ですか？もともとは出身は群馬なんですけど。お、はい、今沖縄に住んでる。なるほど、はい。で、沖縄でジムニーを楽しんでると。そうです。すごいですよ、これ。今までのマイルドスピード視聴者も喜ぶような傘もありますね。それをガースーさんね、いきなり説明し始めたからね、ちょっと待ってくれと。カメラ回ってくれ話。回ってから話してくれと。いいわけ。ここのお二人は面識あるんですね。はい。じゃあ今回あの捜査員として、はい、王さん、いろいろ取り調べしてください。はい、じゃあ川瀬さん、よろしくお願いします。お願いします。ではこれより捜査を開始する。王さんの気になるところ、はい、どれでしょう。まずはもうこの、はい、グリル。おう。ですかね、ジープって本当だ。まずグリルはダムド、ダムドさんのやつですね、はい、うん、ジープっていうのはもともとあの XJ チェロキーとかグランドチェロキー乗ってたもの、はい、それの名残で。なるほど。ちょっとあの最初はそれこそジムに買う予定じゃなかったんですよ。はいはいはい。でラングラーとかもちょっと見て、うん、見積もり取ったんですけど、ジムニーを買いました。で、今はもうジムニーの方がもう大好きなんですけど、その名残というか。乗るといいですよね、ジムニーね。やっぱり乗ると全然違いますよ、ね、見るだけだと。最初ね、あんな小さいのとか狭いだろうとか、グリルはでもダムドのこれはディフェンダー風の。あ、そうですね、はい、リトルディーの、はい、つけて。その下の何ですか？これはですね、はい、米軍の実物品なんですけど、はい、沖縄って結構あの米軍の基地が多いので、多いですね、はい、昔のその装備品だったりとか、はい、あの洋服だったりとかが眠ってたりするんですよね、はい、でこれも1967年に納入されたリュックとか、なんですかね、ジェリカンとか、はい、あの無線機とかを、はい、あのアルミのフレームにこう入れて、はい、背負ってたんですよね、はい、でその下に補正でつけるステーなんですよ。おお。だから全く車とは関係ないもんなんですけど。なるほど。まあデザイン性がいいから。デザイン性がいいと、これいいなと思って、リベット止めしちゃいました。パツパツって。ああ、合ってますよね。だからまあ、そもそも運物が好きなんで、はい、ヴィンテージの運物が好きなんで、ちょっとそういう風にしたいなと。俺がね、気になったのはね、やっぱこのバグガードですよね。これどこで買いました？これは、ネットなんですけど、はい、やっぱり沖縄って離島なので、はい、送料だけですごい金額がかかるんですよ、ね、はいはい、なのでこれ買ったところは送料無料だったので、はい、買っただけなんですけど。どうだろう、ラダーフレームじゃないですか。いや、大型四駆とかも出してる。あ、はい、ありますよね、はい、バンパーはジャオスさんのバンパーを続けてますで、まあゴー君と同じなんですけど、スキットプレートも同じ、うん、あ、同じ、はい、はいはいはい、全然イメージ違いますね。そうですね、バンパーとのスペースのあるなしでもだいぶ変わりますね。これはですね、これジープのやつですよね、昔のジープの。ダイスさんから出してるやつで、ボンネットヒンジですね、はい、とこっちもヒンジのダミーです。これは上はダミーですよね。はい、これもダミーです。横はこれもダミーなんですよ。なるほど。実はこうちょっと間が空いてて、あ、これごと開くんだ。へえ、面白い。開くようになってて、面白い面白い。これはちょっと、ダクト。本当はレンジローバー、ダクトなんですけど、ちょっと色塗ったんですけど、これが消えなくて、はい、まあそれでもいいかなと。あ、本物のローバーの。はい、ダクトカバーですね。あ、はいはいはい。まあ見た目、じゃあちょっとバランス考えて。なるほど。じゃあこれはもう本当に見た目だけなんですけど。いやでも見た目大事ですからね。あ、そうですね。おすすめポイントの横っていうのはどうでしょう。横はこの
黄色いラインなんですけど、おこれはあの沖縄ってやっぱりアメリカ文化がやっぱ根強いので、はい、あのピンストライプっていう、はい、よく車とか看板とか書く人がいるんですけど、うん、そのピンストライパーさんにこれを書いてもらったんです。ただこれなんでこのこれにしたかっていうと、もともとあの XJ チェロキーを乗って話してきたんですけど、はいはい、その時に純正でこういうデカールがついてたんですよ。あ、一周回って、はい、このところがロジックのリミテッドっていう書いてある感じで、これ91年ぐらいのチェロキーにこう引き体で書いてあるやつがあって、はいはい、それをあのこっちの方がピンストっぽいでしょって言って、その人が提案してくれて、でもこれは本当になんか、はい、なんかちょっと締まって見えてかっこいいなって。まあね、あのごめんなさい、勝手なイメージですよ、これ変なイメージですよ、ピンストライパーさん、あ今回楽だなって思ったでしょうね。真っすぐ描くだけかみたいな。いやでも本当によくしてもらって、ね、いやすごいですよ、やっぱかっこいいですよ、はい、あのやっぱ来た時に一番目立ちましたね、あ、うん、その、ね、線がちょっとじゃあこれ全体映していいですか、ビュー、はいはい、カバーにしてる、あここもカバー変えて、出ました、サンピッチャーね、定番ですね、これサンピッチャーカラーですよね、サンピッチャーカラー、そう、 そうですね、オーバーフェンダーもおジャオスンになってるので、はい、まあ、バンパーとのこのクリアランスとかもすごいあのスムーズ、なるほど、そうですよね、これセットでいいってくれるんですか、ね、そうですね、これが車外だと、はい、やっぱりちょっとこの辺とかが違ったりとか、まあ、このエンドの 辺がちょっと違ったりとかするんですけど、なるほど、自分はマットフラップもジャオス、これもジャオスで、はい、この辺も米軍用みたいな、あこれはシールがあのメルカリとかで買って、はい、貼ってるのと、J64 って書いてますよ、あ本当だ、はい、これはまあやってる方もいらっしゃるんですけど、はい、こっちはあの先ほども言ったんですけど米軍の、はい、これ車両につけるコーションプレートなんですよ、うん、はい、それのまだ刻印されてない真っさらのやつが、おこういうのが放出されたりとかするんです。なるほど、放出品で売ってると、はい、そういうのを買って、まあ、マグネットを後ろに貼って、はい、ダミマグネットなんですね、はい、ダミーヒンジ貼って、はい、これ取れるように、確保してます、かっこいい、お出ました、これも米軍のあれですね、タイヤプレッシャー、あそうです、はい、はい、これも、まあ、軍用車とかはよくあるんですけど、はい、この誰が見てもプレッシャーの、はい、が分かるように、これは自分で作りました、あそうですね、あの、はい、滋賀の 4W プロジェクトさんが売ってますね、はい、TP、 あ売ってますね、でっかいやつ、はい、ステンシルっぽい、はい、そうですね、はい、で、ここにもジープが貼ってるの、そうそうです、はい、はい、これもマグネットにして取れ、まあ、あ、そうなんですね、取れるに、はい、取れるようにしてます、なるほどです、で、ウィンカーガード、はい、これは、まあ、メルカリで買ったんですけど、はい、まあ、実際は金属じゃないんですけど、このサイドオーニングですね、はい、でかいですね、これは、一応、ARB なんですけど、専用のブラケットがもう全然なくて、はい、もう汎用品をなんとか駆使してなんとかつけました。ジャオスで、まあ、大手ジャオスで、はい、手堅くいってるかと思いきや、はい、もう意外とこうワンオフというか DIY 的なものも多いっていうね、いやいいじゃないですか、それジムに楽しみ方ですよね、はい、ちょっとじゃあこの反対側、ゴーさん実はですね、反対側、まあ俺は知ってる人のあれなんでパッと分かりますけど、はいはい、さん気になるかどうか、あーすーさん、あれがついてますね、あれがついてます、はい、これはすごい、あれがついてますよ、はい、さあ、ゴーさん、気になるところは、はい、いやー、はい、まあ、ここは僕とお揃い、いや、ガラスリットかい、はい、これ気になります、魚雷タンク、魚雷ですよ、これは、あれですか、渡辺さんのインスタグラムを見て、そうですね、これはいいと思ってですね、はい、ちょっと DM させてもらってですね、はい、まあ制作してもらったっていうことになるんですけど、はい、今海外の人にも頼まれてるって言いました、ああそうなんですか、はい、やっぱりあの沖縄海が近いんで、はい、海入った後とかもあのいや本当にいいですよね、はい、浴びたり、まあ、手洗ったりとかできるので最高ですね、オーバーフォーム、これも書いてますね、はい、これも書いてもらって、そのチェロキー
一緒の形なんですけど。じゃあガラスリットせっかくね、はい、ウレタンでいきますか。なんかヒンジがついてますよ。これはダミー こっちにつけちゃうと、はい、こうかぶっちゃうので、はい、逆にこうつけた感じになるんですけど。これってだからこれ用をこっちにつけたってことですか。はい、そうです。なんか余っちゃったので、なんで余ったか。あ、前につけようと思ったんです最初。ボンネットのところ、はいはい。でもちょっとしっくり来なくてですね。二つ余ったので、まあここにまあもったいないからつけちゃえ。これどうやって開くんですか。開くとき。そうなんです。これ見た目どうやって開くのってよく言われるんですけど。はい、ちょっと開けてもらっていいですか。こんな感じ。なるほど。こういう感じでこれはまあつけたまんまで。はいはいはい。まさしく、なんかいろいろついてますね、中。ここは、はい、これは、US トヨタの純正の、はい、あのフューエルキャップ、うん、上のライトが。これは、まあ、Amazon なんですけど、はい、夜になったら、はい、動き出したら光るんですよ。なるほど、はい、で、止まったら、しばらくしたらもうこれもう消えるんで、はいはいはい、これは結構あの走ってて光ってくる。なるほど、そういうデザイン、ちょっとファッション的な。あ、そうです、なんかもう下のとこもすごい光らせ、はい、見てる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ恥ずかしいんですよね、自分で。ここだけ決してこの給油するときにより明るくするっていうわけではなく、あ、そういうわけではなくてですね。ホイールはゴーさんと一緒ですか。一緒ですね。白にも合うし黒にも合いますね。閉めておきますか。はい、あ、ちょうどこれ元にちょうどいいですか。これほら、あ、そう、そうなんです。こう持ってそうなんですよって今気づいたみたいな。すいません、すいません。はい、あ、ごめんなさい、ちょっとこれ 4x4 撮ってて気づかなかったけど、ここにもダクトが。あ、これはベンツのゲレンデのここにダクトが出てるんですけど、はい、それのカバーを改造しました。黒だからさりげないアピールになりますね。これだから白とかシルバーだったら結構目立ちますね。あ、そうですね、リアも細かいところいっぱいありますよ。坊さんどうですか。いやもう、はい、どれから言っていいかわからないです、はい、これは初めて見ましたよ、ここに。あ、これは、まあ、リベット、まあ、これまあダミーなんですけど、はい、これもあれですか、あのマグネットですか。これもマグネットですね。 M151A2 ってあのジープの、うん、本当のジープの形の、はい、タイプのコーションプレートが見つかったので、これはいいんですけど。在住は違うでしょ。出身かもしれないけど、実家帰った時に売ってたので。このガード類も、おリアのガードと前のヘッド、ヘッドライトガードですね、はい、それも渡辺さんにちょっとお願いして作ってもらったっていう、なんかもう本当にお願いしてばっかなんですけど、ね、他車種の流用が得意だからめちゃくちゃ渡辺さんと気が合いそうですね。はい、なんかもう、はい、すごいもうズッキュンってきて。上にもスコップが、本当だ、顔があります。スコップはこれはあのよく戦闘機とか、はい、米軍の戦闘機とかに、はい、ノーズアウトって言って、こういったあのサメの、ありますね、書くんですけど。ということはこのジムニーも名前があるんですね。ジムニーですか。はい、ほら米軍の人って戦闘機に女の名前つけますよね。ああ、そういうことですね、はい、ああ、じゃあマディソンですかね。お、はい、じゃあって今考えたらすぐ出ましたね。いや、それは、マディソンさんっていうのは、もともと米軍の方で、はい、知り合いなんですけど、あのアメリカの本土に帰っちゃったんですけど、もともと22のジムに乗ってて、あ、こっちで、はい、はい、でもうガンガンロックとか行くような子だったんですけど、ジムに持ってったってことですか。あ、ジムにも持ってきました。お、 そうなんですよ、あの本土、アメリカ本土で探そうと思っても、はい、やっぱりこの右ハンドルのジムニーっていうのは本当に売ってなくて、 660cc のやつですよね。そうです。へえ。で、それを買おうと思っても多分こっちで買うより5倍ぐらいする、はい、そんなするんですか。はい、高級車じゃないですか。はい、なので、はい、やっぱりあのスポーツカーとかもそうなんですけど、米軍の人はこっちで買って買っていく人が多いんですよ。ちょっと俺の車、米軍の人に見せていくらで買うか聞いといてください。わかりました。いや、本当に欲しがると思います。古いやつは特に。なるほど、JB さんにするのあるので、はい、もう本当に、いや、すごいですね。戻ります、車に。はい、これは名前ロットパックスとか。あ、ロットパックス、はい、あれが高くて、はい、これすごい安かったので、お、後ろにあのホームセンターで、はい、見てみましょう。あの薄い鉄板みたいなのがあってきて、ここで4つビ、工夫してビス止めして、はいはいはい、
F1 なんでタイラパンつけてる。なるほど、はい、これは本当のなんかタンクなんですね。じゃあこれは多分本当に海外とかのガソリン入れたりとかするやつなんですけど、まあ日本はこうガソリン入れて走れないので、まあ、水入れて使うタイプになります。なるほど。入れて逆につけたら こっちも手洗えるようになるので、はい、困らない。あ、まあまあ両方。ただもうタイラップ止めしてるってことは回すけどないですね。ないっす ねとりあえずは。このステップは、はい、これはですねウィルズウィンさんのステップショートなんで、はい、これはちょうどここにも収まるので。あ、なるほど。幅的に、幅的にも、はいはい、あとはあのシンプルなタイプが好きなので、はい、これがやっぱりあれですか、その米軍好きとしてはマッカーサー司令官が、そうですね、乗り降りする時に厚木飛行場に降り立った時のように、はい、ここに足かけれるように。なるほど。まあここは車高がちょっと上がってるっていうのもあって。これ何インチアップですか。これは一応3インチを CL リンクさんのなるほどで上げてる状態なんですけど、今なんかやっぱり上がってる感じはしなくなっちゃったんで、ガチャガチャつきまくってたら、まあ単純に車でかいですけど、そうか、郷さんのと同じリフトアップルってことですもんね。そうですね、うん、まあ、これどっちがいい悪いか別として、はい、やっぱりタイヤでかくて白い方が膨張色だからでかくは見えますよね。見えますね、確かに。よく言えば引き締まって見えますよね。まあ、そうですね。失礼します。すごい、ちょっと汚いんであれなんですよ。すごい、雑貨屋みたい。そうなんですよ、雑貨屋みたいになっちゃってるんですけど、ちょっと車内はガチャガチャしてるんですけど、あのモニターは前のモニター、モニターはあの、うん、あれですね、車検対策というか直前直差のやつで、あの一応前にカメラがついてる。郷さんの車を取材した時は朝日さんがモニター気にして、はい、ガースさんの車の時は郷さんがモニター気にして。沖縄の人は何ですか。モニターがすごい気になる。なんかモニターつけてないですよね。あ、すごい、これカーボンのカバーですね、これ全部。でも高級感が出て全カバー。なんすか、お母さん時計が。あ、同じ。ほんとこっちジープだ。すいません、これも、はい、中華製なんで、大陸製なんで、はいはい、この辺もカバー売ってるんだ。はい、これ全部カバーついてて、でジープのこのちっちゃいのよく売ってましたね。ちっちゃいのが売ってて、つけました。ステアリングは、あ、ステアリングもウッドですかね、ブラックウッドの。はいはいはい、カーボンカバーがふんだんに。そうですね、ちょっとスポーツ仕様というか、なんかヨーロピアンな感じですね。なんかその外観はアメリカンだけど。そうなんですよ。でちょっとこのジムニーのもっさい走りを、はい、ちょっともうもうちょっとあのスムーズにしたいなと思ってて、はい、あの最初エンジンルームとかそっちの方をちょっと最初いじってたんですよ、はいはいはい、なんでちょっとスポーツタイプに仕様にしました。まあ4リッター乗ってたんだったらね。まあそうですね。ただ燃費はかなり良くなったんじゃないですか。燃費、あ、でもいろいろつけてるかもしれないですけど、今8ぐらいなんで。チェロキーなんか全然走れないですか。でも、いやでもどうですかね、そんな分かんない。5、6ぐらいですかね。カバーもいいですね。カバー、あ、そうですね。あと メーターとかもちょっと。あ、メーターやってる。 メーターもちょっと。あ、追加メーターもですね。はい、追加メーター、はい、おー、かっこいい。これどこのなんていうんですか。これはあのカバーはモンスタースポーツさんなんですけど、はい、中はデポレーシーっていう台湾かなんかの会社なんですけど、はい、これもすごいいいです。こっちがターボ系で、はい、こっちが水温系で、はい、こっちがバッテリーですか、ね、ただその充血してる目にどうしても言っちゃいますけどね。これはちょっと知り合いにもらったんでつけてます。F スタイルさんの、はい、あのコードつけてはいはいはい、してかっこいい。後でテーブル買いますって言って全然買ってないんですけど、ここにテーブルをつけたくて、はい、最初買ったのが始まりで、これはまあ、まあ、ご存知の米軍系の、はい、先生あのモールシステム、モールシステムです、はい、これリベットでつけて、はい、これはあ、これはお、本当だ、あのあれじゃないですか、エアクラフトさんです。フリーストップでこうやって、あ、好きなところで止められるよっていう。今はあのこっちの方が出てるのそうですね、はい、操作感つけてる人がいないんですけど、初期はこれでしか、これが一番いいな感じだったので自分はつけて、このヒンジの開き方取ってみますか。はい、土台ごと上がるぞ。おお、やってる。この辺もやっぱりそのモス、ウ
動きがもっさいので、はい、やましいというか、すごいですね。いや、あと見た目が美しいですね。普通にお金かかってるなぁ。やっぱ速くなりました。はい、もう全然純正とは全然比べ物なんですけど。わかりました。はい、すいません、ありがとうございます。なんで謝ったんですか。謝ること何にもないですよ。暑くて。はい、じゃあ閉めてください。はい、すいません。ゴーさんどうでした。いやー、まあ、なかなかここまで細かくやってる人はいないと思うので、うん、いろいろ参考になる部分が。おお、特にどの辺が。やっぱこの、まあ、エンジン周りとか、はいはい、自分はいじってないので、そういったところとかタンクとかつけたいなと。うん、あ、魚雷タンク、はい、おいいじゃないですか。渡辺さん喜びますよ。自分は、ね、やっぱりそのデカールじゃないけどストライプ、あ、いいですね。やっぱりかっこいいですね。アメリカになりますね。そうですね。マッスルカーとかもそういう線ありましたもんね。ありますね、はい、ワンポイントで、はい、うん、かっこいいと思います。あと黄色と黒なんでね、危険を知らせる。そうですね、わかりました。いいものを見せてもらう。あ、すいません、あれ忘れて、昭和ガレージに怒られる。昭和ガレージのルーキャリア、昭和ガレージさん、はい、軽くていいですね。あえてショートにしたのが高を掃除して横につけられる。なるほど、はい、よくあの幅いっぱいのやつが出てるんですよ。はい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 、あ、そっかそっか、はい、収まるんだ、ちゃんと収まるよ。魚雷タンクつけたい人だからちょっと飛ばせばめの、はい、狭いやつ横にね、なんか立派なの2つついてるから昭和ガレージさんのね、前から見ないともうわからない状態になってますね。いや、でもこういういろんな流用するっていうのもやっぱりジムニーの楽しみの一つですよね、はい、手作りもいいし、もちろん市販品を買ってつけるのもいいし、はい、何にもつけないのもいいし、流用、あれがつくかこれがつくかなっていうのを試すのも面白いですよね。これからもね、沖縄ジムニー、ちょっとだから沖縄ジムニーの集まりやってくださいね、はい、うん、まあ俺は来れないですけども。皆さん来てください。はい。わかりました。いいものを見せてもらいました。ありがとうございます。はい。コウさんも操作協力に感謝する。はい。はい、以上で操作を終了する。せーの、デフ、ロック。ナイスジムニー。ナイスジムニー。